続いても初めましてのお友達ご紹介いたします。久田見里乃さん、演奏はビンゴ、ジャマイカンラプソディ、子守歌を聴きながら、ヤンキードゥードゥル、ラッパと太鼓、ロックンロール。ございました。少しお話聞かせてもらって、はい、とっても素敵な曲演奏してくださってありがとうございました。全部曲自分で選んだそうですね。その中でもどの曲が一番好きですか？ロックンロールです。ロックンロールです。一番最後に聴いた曲です。その曲のどんなところが好きですか？かっこいいところです。だよね、かっこよかったよね。今日はなんとコンチェルトにも参加されるんですよね。ショパンの
ショパンコンクールのピアノコンチェルトを見ながら真似していらしたと聞きました。リハーサルでオーケストラの先生方と一緒に演奏した気持ちはいかがでしたか？楽しかったです。じゃあまたコンチェルトでも楽しく演奏を聞かせてください。ありがとうございました。